どうってことを言うんだったら、どう、どう、どう弱っていうことをね、言うんだったら、どう、どうが分かれる以前の力が働いて、どうっていうんだからね。で、そういう、その、どう、不動、分かれる以前のところって言ったら、これはもう何とも言えないところだから、これ陰謀にあらざるない。陰謀にしか言えない。で、もし真故の動脈を壊死することあらば、真故の各地、各領を壊死すべきなる。で、今、本当の意味の、お釈迦さんが、仏さんが、各者、智者って言うんだったら、そういう道と不道と分かれる以前、核と不核と分かれる以前、あらゆる一切を分かれる以前の生命の実物、そういうのを覚めなくちゃならない。それが頭と話し覚め覚めと言うんだ。で、仏心の書をタッピタッシタッピタッシない、要するに仏と生と彼に達しこれに達すってことはね、普通はね、だから普通の考え方は成仏した人っていうのをあの仏と言う、それから仏になるべき性質をあの修行が持ってる、そういう意味で生だって、こうそのぐらいに考えてる。俺はそうじゃない、修行はことごとく、そういう意味で修行はことごとく仏性があると、そんなふうに考えちゃおし、おちがある。そうじゃない修行の全体、生命の実物、それが仏なの。だから仏と性と別に異なることはない。それが仏と性とたっぷたしだ。仏性必ず必要なく、大体我々がこのあれですね、仏性っていう限り狂気症運転してる、みんな誰も彼もね、それでその秘境、私の一生は狂気症運転の人生だ、それでそう決まる。一旦もあの仏法人とした、座禅人とした、一旦座禅したらね、座の人界なんだ、座禅の世界が開ける。座の人界と世の人界とはるかに異なるんだけどね、座禅の世界と世間的な世の人界とは違う。まあ座禅したら限りはもう全てガラッと違って、全て仏法的意味になる。ね、その点今座禅住手前から見たら、全て私の人生は秘境気象運転の場だ。それで質は仏性なるが言える、それで結局私の人生は秘境気象運転していくってことだ、そこに決まる。仏性必ず質なり、質は必ず仏性なるが言えるって、これ大切なこと。で、質は百雑水にある。で、この質っていうの、今言う質って言って向こう側にあるもんじゃないんだ。自己、自由、人海、自、これひっくるめたもんだからね、これ質っていうか。これ全部ひっくるめてるんですからね。そういうのはね、その百雑水じゃない、百雑水っていうのはバラバラたくさんあるっていうことね、外部的にこう観察すればこそね、外第三者になって見ればこそバラバラにたくさんある。ところが今自己任務人海っていうね限りもうべったり絶対的な一元だもん。それだから百雑水じゃない。
さりとて質は一条ですね。外部的に観察すればまた一って、ああ、あれは一つだとこういう。そうじゃない、外部的じゃない。今、自己人文人間一っていう限りはもう、あれですね、絶対的な一でもない。二つに分かれる以前という。それで、年検討なるがゆえに大小にあらずって、結局はね、手元、足元、行動そのものっていうことね。大体ね、我々の禅門で検討を念にする、こういうね、この握り拳を振り上げるっていうことは、仏性そのものが、つまり、私の行動なんだからね。で、念検討なるがゆえでね、仏性っていうのはだから、なんか空間的に大きいものを考えてったら大違い。今私の手元足元の行動なんだ。だから念検討なるがゆえに大小にあらず、大きいとも小さいとも言えない。大小分かれる以前。で、すでに仏性という。諸生と聖賢なるべからず。仏性っていう限り一切二つに分かれる以前だからね、肩比べることはまずならない。仏性と聖賢すべからず。仏性が仏性とも肩並べはできない。それはあれでしょ、心身を見ず、等等を切らず。心が心を見ることはできない。刀が刀を切ることはできない。自分自身だ。ところがある一類思わ、これはまあ仏性を仏さんの仏の性質だぐらいに思ってる人はね、仏性は草木の周囲のもとし、草木の種みたいなもの。で、宝具の潤いしきりに潤すとき、画卿を象徴し、地を気化、持つことあり、持つっていうのは茂るっていうのが、果実さらに修理をはらめる。要するに、仏性っていうのはね、草木の種みたいな。で、雨が、仏法の雨が、降って潤いが来るってのは来るとの芽が出て茎も成長し枝や葉も花や実も茂ってくる。で、果実さらに周囲をはらめる。それでまたその実の中に種が入る。そのぐらいに仏性ってことについてそんなぐらい考えてる。格のごとく転下する凡夫の上量なり、そんなことはまあ凡夫の考えだ。しかしながらだ、まあこれ、そういうふうに妄想するのは凡夫だって言って一応言ってんだけど、しかしまあそういう考えでいてもだ、たとえ格のごとく権下すとも周囲および家格ともに上場の責心なりと参求する。結局ね、その種は種なりに、花、実は花、実なりに、上場のそれなりの、責心なりと産休すべし。だから種としても、必強気象運転になってる。それから、結果、茎や芽や茎そのものも必強気象運転だね。だから、枝や葉も必強気象運転。花や実も必要気象ってこういうこと。これは例えばね、例えば普通の人はさ、まあ坊主になろうと思うね。そうすると坊主になって仏道修行するんだって欲しいするとするね。それは仏性があるからじゃって言って、それでそのぐらいに思う。そしてで、子供になって
仏道修行して、しかしながらね、それが積み上げられてって、最後に偉くなるっていう、そういうもんじゃないっていうことね。この小僧として、小僧は小僧として、卑怯気象運転やってるわけです。それから高発の時は高発なりに卑怯気象運転、それから、畑作り巻き割りって言ってね、それなりに仏道修行は卑怯気象運転やられてる。それが仏性だもん。仏性はだからね、この刻々に小僧のその仏性をなんとか育て上げて大きくするっていうんじゃないんだ。どこもほぼその仏性の卑怯気象運転そのものをやってるっていうだけだ。でそういうふうに参求しなきゃね。仮に修辞や修辞見えざれでも根拠等を生ず、集めざれでも祖国の史上第一となる内下の論にあらず、古今の字に含むない。その結局ね、木の実にその修辞があって、それで根拠を生じて、そしてそれがやがて枝葉大きくなるって言っても、これはみんな縁によるんだね。それでそのうちに固まったものがあって、仏性っていうものが初めから固まったものがあって、それが成長して外へ現れるっていうんじゃないの。そうだから、そういう内下の話じゃない、内下の話でなくって、みんなそのとりあえず成長していくんだけれど、それはみんな因縁諸生法として成長する。ただ一生懸命やってるっていう卑怯気象運転をやってるところに、自然に古今時間中にはね、現れてくるだけだと。こういうのは古今の字に含むなく、しかあればたとえ凡夫の権限に一人すとも、根拠しよう皆同生し同死し同質なる仏性なるべし。全てね、全て仏性なのであって、仏性そのものが縁に従って時によって現れるというんじゃない。卑怯気象運転のところに同生同死同質なる仏法人生だけだと。これ、私でもそうだ。私の場合ね、昭和16年に数えて30で坊主になったのね。これ今本当だから、お小僧さんじゃ可愛いもんかと思うと、もう30 の、 中年を今時だったらおじいの。でしかし、まあ大体私は可愛いから可愛いから、ね、でその可愛いお小僧さん一生懸命やってた。でそのうちに戦争だから、まあ本当に随分悲惨な生活したもん。それからまあ悲惨な生活、あっちこっちその沢木浪士っていうのは、大体宿なし行動って言われるくらいね、宿なし犬みたいなもんだ。その宿なし犬のその弟子なんだから、いるともうない。沢木浪士も本当に私たちの置き場所に困ったもん。これは法なんじゃなっちってさ、私たちが行くとこはないんだ、また追い出された、また追い出されたって言ってね、それは追い出されるわけだ。戦争中で、ね、食うものがないとでしょ、そういうのに居候を置くとこはないもん。だまた追い出された、また追い出された。ほいで沢木浪士、まあ、その時私と確か高健さんだったと思うけど、一緒について歩いて、これかどうするかって言って言いながら歩いてた時、こうなんじゃなって言って、で外観した姿が未だに目に浮かぶ。で本当になかなかあれだったね、
かしながら私はとにかくまあぼっぽーとしてって騒ぎろに一生懸命ついてきてるんです。それでそのうちにそのまあ30が40になり50になりって、そしてまあまだ小僧なことは小僧だけれど結構ねあのなんだかんだって公園やなんかに行くようになっちゃったりして、それでもまあ小僧は小僧です。あの家に帰る外行きゃ講師様かなんか家に帰る詐欺同士のあのご飯やおかゆ炊いてんだからねこれあの召したけど、それでまあそういう時代もあった。それから今度これも一緒、その時代はその時代で一生懸命、それからまた今度詐欺同士がなくなってからあの間ね、今度はまあ本当は私も詐欺同士がねなくなったら減俗しようと思ってたんだ。まあ、だいたいさあの安泰寺っていうのはあの老子の寺じゃないんだから、お前出て行けよって言って言ってたのが入ってます。だからその時点ではもう減俗してどうせあの俺の好きなことは生きてはいいとこう思ってたんだ。そのうちにあの、まあ、原稿はあの保育さんがあのなんとか私もその教師資格を取って、そしてあの安泰寺守ってくれないとあのまた安泰寺幽霊寺になっちゃうからって言って原稿はの法上さんが支部長に出る、それでこう私に資格つけてくれたんだね。だから私は本当は資格坊主資格になると思う。そりゃそうだ私はあの坊主の技術何も知らないだから坊主の資格ないな当たり前だ。でそれでもまあお礼奉公はしなきゃならないと思って、それで弟子だけは育てたいとこう思ってやってたら弟子は結構たくさんできちゃってね、これねあのそうすれば俺だって老子様だもんいや本当はね例えば老子って言って私がこう美男子だからねじゃあ悪いような気がする人もその気持ちはしかしながらねこれは随身ができれば上司、昔はね、ところが今はその随身の弟子や随身のできるそのおしけさんというのはいないもんだからそれで制度としてまあ寄せ集めてきてこうつけておくっていうんで、そういう意味で準試験はなんとかっていう資格取るとかやってるわけだね。資格の話になっちゃうで、まあそうすりゃいかにもあれだけど私が偉くなったみたいだけど、そうするとあのまあそれで10年経ってもう私はあの安泰に譲って、これはもうあの隠居だと、これ隠居は隠居だ、隠居としては隠居なりの修行はしなきゃ、隠居としての修行のしどころはどこかって口出さないってことだ要するに陰性はいけないね、譲った寺に向かってなんだかんだってね言うような、あれは一番よくない、それでもってやりにくくなる。でそれはそしてまた今の私は私なりに黙ってやればいいってもんでもない、やっぱり生きてんだからやることはなやらなきゃならないっていうのは、それで今消防現状だけやってる、まあこれ結構だねその今晩年の生き方としては一番ありがたい生き方だと思ってる、消防現状だけ一生懸命温めてね、まあ余談がいや時々あれしないと消防現像だけだとみんな寝ちゃうからでその次のねあのちょっと読みますよ。仏の玉仏性の義を知らんと欲せばまさに季節因縁を感ずるし、季節もし知れば仏性厳然、今仏性の義を知らんと思わばというは、ただ地の身にあらず、行然と思わば、小戦と思わば、
おかんと思わばとも、忘れんと思わばとも言うなり。可の説、行、小、も、尺、不尺等も、しかしながら自説の因縁なり。自説の因縁を感ずるには、自説の因縁をもて感ずるなり。ポッス中条等をもて相関するなり。さらにうろちむろち、音楽資格、無学、小学等の地を用いるには感ぜられざるなり。当官という和能官諸官に変わらず、小官邪官等に準ずべきにあらず、これ当官なり。当官なるがゆえに不二官なり、二官なり。自節因縁になり、超越因縁なり、仏性になり、脱退仏性なり、仏仏になり、少将になり。自節脈死の道を古今の輩から往往に思わず、仏性の厳然する自節の交互にあらんずるを待つなりと思える。格のごとく修行しゆくところに、自念に仏性厳然の自節に合う。自節至らざれば三種文法するにも、弁道工夫するにも厳然せずという。貧も堅守して、いたずらに後人に帰り、虚しく文官を守る。格のごとくの類、おそらくは天然下道の部類なり。いわゆる抑地仏性義は、例えば統治仏性義というなり、共感自節因縁というは統治自節因縁というなり。いわゆる仏性を知らんと思わば知るべし、自節因縁これなり。自節脈死というは、すでに自節至れる。何の微弱すべきところかあらんとなり。微弱く自節、さもあらばあれ、言が仏性来なり。知るべし、自節脈死は、十二日中不空かな。脈死は騎士と言わんが、自節脈死すれば仏性不死なり。しかあれば、すなわち自節すでに至れば、これ仏性の厳然なり。あるいは五輪自称なり。おおよそ自説の略しせざる自説今であらず、仏性の厳然せざる仏性あらざるなり。まず、あ、大体これね、この仏性の巻ね、あの勝道本郷さんの客体一時差、普通三本って言ってますがね、それに14章に分けて、で今まで読んだところが第1章ですね。それから今のそのこれから読むところ、仏の玉悪仏性の義を知らんと欲せばというところから第2章、今読み終わったところまでがそうですね。でこの仏の玉悪仏性の義を知らんと欲せば、まさに自節因縁を感ずべし、自節もし至れば仏性厳然すと。これも大発涅槃経第28の四十九本第四に出てくる。この言葉で、今仏性の義を知らんと思わばというは、ただ地のみにあらず、行善と思わば、小善と思わば、とかんと思わばとも、忘れんと思わばとも言わないと。大体今言うようにね、あの生命の実物の話でしょ、仏性っていうのね。この生命の実物っていうのはね、今言うように自己人無人界自意でもって、もう二つに分かれる以前なんだ。だから知るってもんじゃないんだ。知るって言ってね、知ると知られるとって分かれるようなもんじゃないんだ。それで本当に知るっていうことね、あのいうことを言うためには、行善と思わばって言わなくちゃ。今言う手元足元本当に行ずると思う。から小善と思わばっていうのはね、あれでしょ、小善っていうのははっきりするってことだから、それで事実やるから、あのはっ
はっきりするわけでね。で、おかんと思うわけ。本当に解くっていうためにはね、実物で解かなきゃダメだ。言葉だけでね、言ってるのはダメです。仏法は実物で解かなきゃ。そして忘れんと思うわけで、これはまあ仏道を習うというは自己を習うな、自己を習うというは自己を忘れるな、自己を忘れるというは万法に称せられるなってあるけれど、それと同じだ。本当にね、自己っていうものは、自己っていうのは万法に称せられるという、自己は人無人界なのね。ところが直接に生きてるのはいつでも私が生きてるの。だから全て万法そのものであるということは、直接に今私がやってるという点から言ったら、私を忘れていなきゃ、俺がやってんだというのは、それじゃあ忘れていない、でまた万法になってない。万法は自己は万法そのものに称せられている限りは自己は忘れている。で、可能節生、節行生もから徳行生が忘れる、釈不釈、あるいはね、誤って合点しても、あるいは誤らずして知っても、それでも誤っても誤らなくても仏性の自説因縁だこれね、とにかく自己人無人海自っていう限りね、誰でも彼でももう自己人無人海自で生きてるんだね。だからそれがたとえ間違ったって言っても、間違ってどこ行くわけじゃない、自己人無人海自なんだ。だから釈不釈等もしかしながら自説因縁だ。この自説因縁ないというのは自己人無人海、それが自だっていう、そのこれが自説因縁ですよ。これはそうだもの、もう生命ってやつは自刻々ね、でそこにあるという停滞してるもんじゃないんだ。で、自説因縁を感ずるには自説因縁をもて感ずるなんて、これもうね、自説因縁中の感じよってね、何事も因縁で言ってねそんなこと言ってか頭で考えてんじゃない、そうじゃない、自説因縁を自説因縁感じようと思ったら自説因縁で感ずるんだからね。で、同感所感ないもん、同感所感分かれる以前で、結局発す中情等をもて相関するぐらい、その実物をもって感じる。だからその前奏というのは発す中情をパッてこう、まああのあれじゃない、お葬式やなんか言うと発すというのはこう馬の尻尾みたいなのがついてるね、あれこうやってふうふってあんたらかんたらいいとか感じで言うね。だいたいあれ、ホッスっていうのは、ホッスっていうのはあれなんですね、シナっていうのは昔、灰が多かったんだよ、ね、灰を多い、灰古い、灰を追うためにね、ああいうのもだから中将っていうのはこう、杖ですが、これもアンニャの時には、その山へ入ってくって、じゃらんじゃらんというね、こうお祭りの時こう持ってくるでしょ、ああいう音のするやつでもって山歩いてないとこの、とんだ猛獣が出てくるからね、俺ここにいるぞっていうのだけは知られて、でまあそういう意味でその前奏の持ち物としてホッス中将っていうの持ち物、それをこう持ち出すことによって、だからやっぱり手元足元のものねの行動、それで相関する。さらにうろちむろち、本学、私学、無学、小学等の知を持ちうるには感じられたのだ。うろちっていうのはさ、みんなが今やってるうろちな、
生存競争のための知恵ね。あの生存競争のための知恵っていう意味でね、そういう悪知恵でもって、まだ仏性は感じられない。それから無の知っていうのは、これはまあ、生死を離れちゃった二乗の知恵、生乗仏教の本山の知恵ですね。あれ、この間、なんていうの、藤原新一、あの、収束官がこう、あれを持ってきてくれたんで見てたら、今チベットの方にやっぱり象徴の盆さんもいるんだね。それで写真が撮ってあるけれど、本当にただ本当に山のもう砂漠の中の山の奥の奥の、とにかくあのそこへ行くためにあの何ていうかバスに乗バスで貨物のついでに乗せてもらってって、そこへ降りて、でこの谷をずっと行って、そしてそうするとあのもう一つ何かの谷があるから、そこの方の道のない谷を入りなさいって教わったって、そしてそれからあれですね、ずいぶん歩いて何かって歩いていたら。事実そういう山の尾根があった。それで道がついてるから、その道の方へ行こうと思って行きかけて、あ、これは違ったっていうね、道のない方、道のある方は獣道獣がこう通る道なんだ、人間の通る道で、こっちの方行ったら、そしたら骨面として僧院が現れた。それでまあそこへ置いてもらって、それで一月か二月に置いてもらってる間にいろいろ写真撮ったらしい。その盆さんの食べ物っていうのは、なんか麦のこの棒を丸めたような一つ、それからカブラをこう歯ごとおろしたすりおろしたのと、二つだけがあの食事の食べ物だっていう写真が出てた。でそれになんか我々の総理には天才日だね。天才日っていうのはまたもう一つ別口に、このくらいちっちゃなそのリンゴが一つと、それからなんかそこに変なものがもう一つと、なんかこれはもう大ごちそうって書いて写真が出てた、ね、そしてその総員の中で何人も15、16人もいるらしいけれど、普段ちっとも喋らない、ただあの盆さんはおのおのの部屋に乗って、そしてお経だけ読んでいる。あれでもって、それで何十年っていう大変な、何なのかちょっとわけわかんないけど、ああいう盆さん、症状の盆さんっていうのは自分の人生っていうものは考えないんだよ。ただ人間っていうのは死ぬのは死ぬっていうことが、だからなるべく暗証として死ぬのを待ってるのがいいっていうつもりらしいね。あのまあ そういうの私が見たわけじゃないからあれだけど、まあ、写真だけ見るとそんな感じがする。で事実はああいう盆さんもいるんだね。そういうのはまあ室地だ、全てさっき言った化身滅鳥、全てやめちゃって何にもしない、意識も何にも思わないように煩悩を断滅する、そういう室地から本学資格っていうのは、これはまあ鬼神論に出てくる。本学っていうのは根本に備わっている各地だから、資格っていうのはそういうのを今1年編纂して、そしてそういう本学の各地へ立ち返ろう、はじめの知恵、それが資格。無格っていうのはね、無格のついで、要するに一切の知恵分別を離れた、ね、だから小学っていうのは今日本当の結局仏さんの究極の悟りってこういうもの だけど、そういう今そのそういういろんなね、
支援じゃ感じられざるない。結局そういうのはね、感名目だもん。要するに一つのそういう地があるってね。インドの盆山っていうのはそれこそ、昔からね、インドっていうのは修行僧っていうとこれみんな供養して食わしてくれることは食わしてくれるんだね。それでそういうふうに山の中入ってじっとしてるんでしょ。そうすればまた煩悩を断滅するって言っても、それはそう簡単に煩悩断滅できやしない。そうすしょうがないから煩悩を断滅する段階を考える。それでこう一つずつこうあれするっていうね、この煩悩を滅し、この煩悩を滅しっていうんで、それで五十何段階も作ったりなんかするんだ。まあそういうのが暇人のやること。そういう感名目じゃ感じられない。大体今も言うように自己人無人海自治っていうね、生命っていうのは生きてる、生き生き自治刻々に生きてるんだからね。でそういう、名目で感じられるもんじゃ。で等感というは能感所感に変わる。今その等感自節因縁というのがあるでしょ。このまさに漢字べしってこういうふうに読むんだけど、そうでないし、その道元禅師は等感自節因縁とこう読み下さる。そしてその等っていうことは何だ、小等っていう、等人なんかっていうね、等の本人っていう等ってこれがあるじゃん。今ここじゃ小等の意味ね。で能感所感に変わる。能感だ所感だって二つに分かれる以前だから、から小感邪感等に準ずべきにあらず。小感邪感というのは価値判断。それでそういう価値判断でいいか悪いか、あれかこれかって分けるようなことじゃない。それが等感だ。等感なるがゆえに不自感なる。これも自と他と分かれる以前だから、不自感自己の信心も脱落し、他己の信心も脱落した。この生命の実物の話で、自節因縁になる。自節因縁のみね、超越因縁なり。今生命の実物ってのはもう実物なんだから、もう自節因縁っていうのはその自己人無人海自意の自意ですよ。自節因縁それはもう実物なんだからね。自節因縁になり、超越因縁なり、まあ、全てまあ因縁によって起こるんだけれど、この実物実行っていう実際に行ずるってことはね、因縁超えてる。何々だからこうするっていうのは観察者が言う話だ。本当に当の本人が事実やってるっていう時は、これ事実の因縁を超えちゃう。で仏性に、仏性っていうのは仏性が仏性を超えちゃってる。仏性だけだから仏性を超えてるんで、脱体仏性だ。仏仏ニーナ、仏仏ニーナに少々ニーナ。仏性っていうと仏と性とって二つあるように聞こえるから、そうじゃない。仏っていや仏だけだ、仏仏だけだ。性っていや性だけって、これが実物のあり方。自節脈死の道を今の矢から往往に思わ、仏性の厳然する自節の交互にあらんずるを待つなりと思える。いや自節脈死っていうの、自節脈死っていうのは自節もし至ればってこういうふうに読むからね。また、まあ、自節が来りゃ俺だって悟れんだろうって、そういうふうに読んじゃうから。だから古今の矢から往々に思わ、仏性の厳然する
自説の交互にあらんずるをますなりと思える。で、格のごとく修行しゆくところに自念に仏性厳然にある。まあ、仏性は寝て待てってさ、そう言っちゃダメだ。それでもう格のごとく修行しゆくところに自念に仏性厳然の自説にある。自説至らざれば三種文法するにも面倒を工夫するにも厳然せずという、まあ、いくら一生懸命やっても自説因縁が来なきゃダメに決まってんだからって、ね、で三種文法しても面倒を工夫してもダメだ。で、因も堅守していたずらに公人に帰り虚しく運管を守る。で、結局まあそのくらいなら、まあ、現続して待ってよそれじゃあ世俗の公人に帰ったからね。あるいは虚しく運管にも守る。運管というのは天の川だそうだ。天から悟りが降ってくるのを待ってる、そういうつもりだ。格のごとくの類おそらくは天然下道の部類なり。天然にあれするのを待ってるんだからね、これの天然下道。いわゆる欲知仏性義は例えば統治仏性義というなり。これ今仏性の義を知らんと発せばってこういうけれど、発せばっていうと向こう側になっちゃうね。こうじゃない、欲知仏性義というこれはもう事実、その欲知だ。だからそれはどうしても小刀だ。小刀統治仏性義でなきゃならない。いや、仏性の義を知ろうって言って向こう側を置くんじゃなくて、仏性の義を知るっていう生命の実物の話になるね。これはもう生命の実物だから統治仏性で、統観自説因縁というは統治自説因縁を言うな。で、まさに自説因縁を感ずべしっていうんじゃない。これも統っていう字はね、今言う小統の小統ですよ。まさしくそれ。で、統治因縁自説というのは、まさしくね、自説因縁が自説因縁する。自意が自意するという意味がない。いわゆる仏性を知らんと思わば知るべし、自説因縁これなり。結局仏性っていうのね、まあ私が今言う筆境起承運転っていうね、サメサメ頭手放し、サメサメ筆境起承運転って言ったけど、それはって言ったら自己自無人海自が自己自無人海自、それにサメる。どこも行くとかない、ただ自が自にな。それが知るべし自説因縁これなり。自説略しというはすでに自説至れる、何の疑惑すべきところかあらんとない。これ自説略しって言ったらいかにももし至ればっていうようだけど、そうじゃない。略っていう字はね、これは格の落としっていうね、四角とか格の落としとかっていう読み方とかね、漢文でね。いや、道元禅師のそのあれは全て変わるんだからね普通の読み方、仏法として読む。だから自説略しというはすでに自説至れる、何の格のごとく自説至って、だから何の疑惑すべきところかあらんとない。疑惑自説さもあらば言が仏性来ない。だから疑ってるって言ってもね、疑ってる自説そのものが仏性なの。疑うって言った、さっきも言ったけど、疑うって言ったって疑うっていう生命の実物がそこに動いてんだからね。だからもう生命の実物からそこへ外へ飛び出そうって言ったら飛び出しようがないだからさもあらば言が仏性来ないんで、仏性っていう官名目をねは
奪い尽くさなきゃならないと思います。我に仏性を返しきたれと読むわけだけど、結局仏性というかね、名目を考えてちゃダメだ。実物でいいか、知るべし。自説略しは十二時中福かなる。この字が字数、これまあ全く福かね。で、略しは騎士と言わんがごとし。このもう略しはもうすでにいたって。自説略しすれば一生不死なり。仏性と自説と今字だね。同一なんだからね。自説が至ったら仏性は至らない。だから仏性が至ったら自説至らない。もう自説ぎり仏性ぎりしかあれば、すなわち自説すでに至れば、これ仏性の厳然なり、あるいはその理おのずから明らかな、仏性の道理がおのずから現れているということね。それでおおよそ自説の略しせざる、自説今だから仏性の厳然せざる、仏性あらざるない。これもうどうちどう転んでもね、だから仏性の真っただ中にいるっていうことを言ってるのね。だから仏性っていうのはどういうもん、なんか深いことかなって言って、向こう側で考えちゃダメなの。みんな誰でも彼でも自己自由人が自身の生命実物は生きてるってことね。でまあ今日は